岡山市の岡山盲学校で演奏を披露したのは、赤磐市出身のバイオリン奏者福田蓮之助さんです。福田さんは中学校を卒業後スイスへ音楽留学し、現在はプロとして世界各国を渡り歩いています。福田さんは子どもたちに生の演奏を届けようと、先月21日から岡山県の学校を巡りコンサートを開いています。最終回となった今日は、岡山盲学校の小学部から高等部までの20人が美しい音色に聞き入っていました。すごく音が綺麗で、技術がすごく高くてびっくりしましたね。すごい楽しかったです。卒業前のすごいいい思い出になったなと思いました。人一倍よく聞こえたりとか、感受性もやっぱり人一倍優れてる人もたくさんいると思うので、その人たちのね、心とかに少しでもタッチできるように頑張って、演奏させていただきました。